私の手が狙ってたやろ。ちゃうちゃうちゃう。ほんまちょっと辛い。これ高いね。ちょっと盗撮されてんの分かってて。なに？なに？ちょちょ。クリスタ。キモいんだけど。いやキモいんだけどとか言わないで。だってさ着替えてるさ。カーテン開けたら初めて。じゃ仕事してたら社長が出てきたんですよ。やばく。マジかよ。下待ってたやろ。ちゃいますちゃいますちゃいます。手が狙ってたやろ。ちゃうちゃうちゃう。こうやってあの近い店になっちゃうからやめてください。でなんで着替えてるんですか。でなんかさ知り合いの社長がランチ誘ってくれて焼肉行ってんけど、めっちゃ匂いがついちゃって。確かに。でこんなままやったら接客できんからちょっと着替えた。で。ちょっとリフレッシャーフットの感想を思うと思って。また使ってるんですね社長。そうやで、これ宣伝じゃなくてガチでリフレッシャーのやつに着ていかれへんから。だから2時間前も使ってましたもんね。辛いなでもほんまにパジャマとか本当に寝具とかタオルとか枕カバーとか空間とかほんまにとにかく着てる。あ、これ空間にも使えるんですね。空間にも使える。香りがさすごくこう高級感もあるしさ、アロマっぽい感じやんか。それで焼肉の匂いを取って置いときます。何？え？何よ。なんか社長変わりましたよね。あれ気づいた？はい。いつも気づかんのに。はい。どうしたん？何？どこ？ズバリちょっと顔丸なりました。そっちかよ。そうやね。1.5 キロ太った。数字にも表れてる。全然面白くない。やっぱな。めっちゃ食べてる。食べてるものが良くないと思う。何食べてるんですか最近？野菜以外。野菜以外。やばくない？めっちゃ野菜食べたいねんけど、会食とウーバーに汚染されて、なんでそういう時だけ気づくん？なんか分かるんですよ、ね。いや私美容院も行ってんやんか。で前髪切って、それかなと思ってんけど。それ気づかなかった。なんかマジでさ、ほんまちょっと辛い。しかも1キロって思われへんぐらいなんかぷくっとしてない。うん。は？社長が言ったじゃないですか。あれ？あれ？何？社長。S。そのコーヒーってどこで買ったんですか？え、これエレクローズっていうところのコーヒー。めっちゃ美味しいね。これ高いねちょっと。いくらしたんですか？700円。うわー。ちょっと高いよな。何が言いたいかわかります？僕が。てかなんだ。待って私落とし入れる動画これ。僕が何言いたいかわかります？こんな。700円のコーヒー飲んでるんですか社長。近くで打ち合わせしてたからなだけやん。僕結構あの動画好きやったのにな。覚えてます？いや別に今でもセブンの100円コーヒー飲んでるよ。あっちがレギュラーよ。レギュラーたまたまさ打ち合わせしててさ飲んでる700円のコーヒーでさ、そのなんか好感度下げに込んでよくない？めっちゃ光り輝いてる社長が100円のコーヒーでなんかこう満足度高い動画が僕は好きでした。やって言いながらこれ橋口くんもこの間おごってあげたやん。はい、ご参加でした。今年も皆さんにとってみんなの良い一年になりますように。一緒に幸せで楽しい一年にしましょうね。はーい。やめろよ。いや、やめろよ。ちょっと狙ってたのは、ストーリーですか今の。ストーリー終わった瞬間に、急に真顔とかならへんかなみたいな。いや、じゃなんかね、もうな、盗撮されてるの分かってて、途中から今取り出してると思ったけど、絶対だからってやめへんぞと思って、絶対やめへん、やめんなよと思って。急にオフでフーとかせえへんかなと思って。せえへんわ。この動画はインスタで見れるんで、みんなインスタフォローお願いします。やば、どういうこと使われた。どさくさまぎれ。うわぁ、好きないな。社長。おあれ、なに、なに、こっち見てもらっていいですか。あの、質問来てます。社長、質問来てます。え、待って、なんの、めっちゃうざい。ちょっと別の質問用意してたんですけど、どっからの質問していいですか。ちょっと上げてください。上げてください。上げてください。めっちゃ減ってるやん。